すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、女子博第2弾はこちらです。ドン。地下鉄御堂筋線長井駅からすぐのところにあります長井公園で開催されているラーメン女子博2018さんにお邪魔してます。第1陣に引き続き第2陣も来ちゃいました。今年は東京大阪だけではなく熊本でも開催されるということで、なかなか盛り上がりを見せてるフェスなんじゃないかということで、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン女子博 in 大阪2部さん、まずは会いに来てくださった皆様、本当にありがとうございました。この日は日が暮れても大行列でしたよ。まずは有塚さんの旨辛鶏白湯インスタ映えバージョン。まさに丼に咲く一輪の花のようにチャーシューが花開いてる。それではいただきます。まずはチャーシューから食べなきゃ始まらんってことで、食らってみると薄切りで余計な脂身もなく、柔らかいからパクパクいけちゃう。辛みを帯びた粉チーズもつけつつ、どんどん食らってステップ長い点でスニーカーを買おう。さあ続いてもう麺いきましょう。勢いよくそそろう。うらーん。ピリ辛さと鶏の旨味が共存した見事な辛うまスープで麺にも絡んでいい感じ。さらに粉チーズやらガーリックバターもコクやらパンチやらを一気にもたらしてくれて、辛さといいマッチングです。さあ有塚さんといえばの唐揚げもトッピングされていて、これが非常にジューシーで大満足。パクパク食らいまくったり、また麺をすすりまくったりして、1杯目から幸せ満点で完食です。さて2杯目はラーメン代々さんのふわとろ卵の塩くも玉。上にはアラビアータが乗っていて、これがどう作用するのか楽しみです。ではまずスープを飲んでみると、あっさりながらキリッと塩が立った美味しいチンタンスープ。ってことで早速麺をライオンしてすすってみると、もちっとした食感の風味が強めなやつで、近くの激安カラオケレインボーで歌いたくなる美味しさ。そこにアラビアータを絡めてみれば、トマトの程よい甘みと酸味でより全体を引き締めてくれます。そんなこんなで一部のファンの方にお待たせしましたと言わんばかりの海苔の磯感も楽しんで、2杯目も完食です。さあ続いて3杯目は麺匠上田さんの芳醇トリュフ塩ラーメンです。おそらくですが一番行列ができていたであろうこの一杯、非常に楽しみです。それではまずスープから。ごはーん。口当たりあっさり、かつ奥の方に旨味がしっかりと鎮座しているスープがうまうまうまし。高級高橋ガニの出汁もしっかり感じます。ではお次に綺麗な中太麺に見惚れながら、よっしゃすする。はめー。麺と絡めばより一層スープの奥側の旨味が増すような気がして、それは深夜に行く信長書店のように忘れられない印象中。カニの甲殻感と岩のりの磯感もやはり相性が良くて、一日中汗を流して働いた体にじわーんと染み渡っていきます。というわけでトリュフオイルも溶け出して香りも良く、いい味変になるなと思いながら3杯目も完食です。ではいよいよラスト、うまい麺には福来たるさんの幻の北海道花咲カニパイタンです。すでにカニやイクラがちらほら見えていますが、早速スープを飲んでみると、全体的に甘めに施されていて、カニのアピールがすんげー。さてお次に麺をリフトしてズルンとすすれば、ごっそりスープが絡め上げられ、日本対チュニジア戦の様子が思い出されるようです。そんなこんなでチャーシューも一口で食らったり、カニの身も贅沢に食らってしまえば、終盤はイクラも絡めてプチプチっと楽しんで、いつの間にか本日も完食です。大変美味しくすすれました。今年も暑い一日になりました。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメン女子博 in 大阪さんに行ってきたんですけれども、今回はもう快晴で、たくさんの視聴者の方に来ていただき、本当にありがとうございました。来場者自体もすごく多くて、多いところだね、昼間は1時間待ちのブースとかもありまして、なかなか盛り上がっていたなと思いましたね。ラーメンの方も森本さんセレクトということで、やはり個性的で独特なラインナップのお店が多くて、一人のラーメン好きとしてね、会場にいるだけですごく楽しい時間を過ごすことができましたね。本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。それでは、するの公式キャッチフレーズ、ラーメン女子博 in 大阪さん、女子博ラバーズやー。はい。え、あ、今撮ってるのか。あ、大丈夫、全然。あ、うまいですね。仲いいからさ。中野、あれでしょ、もんね、いましたもんね。そうそうそう。